今日の一問一答ですね。保険料サービス分野。精神に障害のある場合の介護という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。専門は様々な全身疾患に伴う非特異的な症状として出現する。専門は様々な全身疾患に伴う非特異的な症状として出現する。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。 まあいろんな全身疾患です、ね、に伴って発症するというそういうういい特徴がありますとのは意識障害の一つですね、まあ、意識が混濁状態になると、まあ、その状態に加えて、まあ、幻覚とか妄想とかあるいは錯覚興奮を伴うような状態ですねこれをまあ一般的に専門というふうに言っているわけなんですけれどもこの専門というのはいろんな発症原因があるということですね。 まあ、例えば脳血管疾患とかっていうのもありますし、まあ、他にも脳腫瘍とか頭部外傷とかそういったようなですね脳の気質疾患が原因ということもありますし、まあ、その他にも例えば心疾患であるとか呼吸器疾患であるとかあるいは感染症であるとか、まあ、脱水とか栄養失調とかそういったものが原因になることもあるわけですね。 まあそれから薬の副作用なんかで専門というのが出るということもあるということで、まあ、とにかく原因は多岐にわたるということですねこれというふうに特定できないと、まあ、いろんな疾患をもとに発症するようなものであるということでそこを押さえておくといいですねでこの専門というのはですねあの夜間専門という言葉もある通りですねあの日内変動というのが非常に激しいというですねそういうような特徴も持っています まあ朝はそうないわけですけれども、夜になるとですね、非常にこう強く出るという、夜間専門という言葉がありますが、まあ、日内変動というのが非常に激しいというですね、そういうような特徴があるというところもいて、合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。でちなみに専門とですね、あの認知症というのが、 まあ出るる症状といいうのが似ているわけですねですから、まあ、2つというのがですねあのどう違いますかという、まあ、そういうような問題というのも出ることがあるわけなんですね、まあ、幻覚が出るとかですね妄想とかですねその辺というのは認知症症状としても出るわけですから、まあ、それが専門なのかあるいは認知症なのかどこで区別をつけるのかということですねでこれというのは一つはっきり違うところがあるとでそれは何かといったら意識レベルですね 認知症というのは意識が生命ですね。意識がはっきりしている、意識生命であると。ですけれども、専門の場合は意識混濁状態にあるということで、その意識の状態でその違いを見極めるということですね。まあ、この点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。専門とくれば意識混濁、認知症とくれば意識生命ですね。では、今日の問題ですが。 専門はさまざまな全身疾患に伴う非特異的な症状として出現するというふうにありますがこれはその通りでもあるということになります。今日のの一一問一答の解説は以上です。